令和6年2月23日に天皇陛下はお誕生日を迎えられました。感染症の拡大が収束した後で初めてとなる事前抽選なしでの一般参賀が4年ぶりに催されました。皇后雅子さまは品格あるダークブルーのベルベット製のドレスでご出席され、集まられた方々に優雅に手を振られました。冷たい雨が降る中、開門時刻の午前9時半には早朝から多くの方々が集まり、一般参賀のために列をなされました。雅子さまはベルベット素材のダークブルーのドレスをご着用になり、ご登場されました。そのドレスはハイネックとロングスリーブのデザインが雅子さまのお好みを反映したローブモンタントでございます。ダークブルーの落ち着いた色合いでありながら、襟元と袖口に施されたビーズの装飾が控えめながらも輝きを放ち、パールのイヤリングとゴールドのブローチがさらなる華やかさを加えております。シンプルでありながらも細部にわたるこだわりが感じられるコーディネートでした。昨年の天皇誕生日に際し、一般参賀でご覧になれた雅子さまのロイヤルブルーのドレスはご愛用の色彩でございました。ベルベットの生地やブレードの細工が施され、ご移動のたびに生地の色合いが変わり、見る人を魅了するエレガントなデザインでございます。また輝くビーズの装飾が施された今回のドレスは、2020年の講書始めの儀や昨年の歌会始めの儀においても雅子さまがお召しになられたものでございます。長く大切にされ、何度も着用される雅子さまのお心遣いに深い敬意を表します。天皇陛下は冷たい雨が降る厳しい寒さの中、誕生日にこのように来ていただき、皆さんから祝っていただくことを誠にありがたく思います。皆さん一人一人にとって穏やかな春となるよう祈っております。皆さんの健康と幸せを祈りますと述べられ、記者会見では地震で甚大な被害を受けた能登への思いや、今年大学を卒業される愛子さまの成長についても語られました。天皇陛下のお誕生日に際し、一般参賀が無事に終了され、心より安堵いたしております。愛子さまがご参加され、天皇陛下や皇后陛下との微笑ましい会話や手振りを交わされる様子は、見る者にとって大変温かい気持ちにさせていただきました。一方で秋篠宮家の皆様が談笑されることなく静かに手を振られる姿は、その対照的な様子が印象深く残りました。令和6年の元旦に発生した能登半島大震災に際し、天皇陛下と皇后陛下は一夜を徹してご心配され、安否不明者の早急な救助を切に願われていたとの報道を拝聴し、心から感銘を受けました。翌日に予定されていた一般参賀が急遽中止となり、その決断に両陛下がいかに心を痛めておられるかが我々国民にも強く伝わってまいりました。また天皇陛下のお誕生日に行われる一般参賀についても最後までご検討されていたと伺いますが、雅子さまのご助言を受け決断されたとのことです。今私たちが取り組むべきことに集中しましょう。陛下のお誕生日の一般参賀は祝賀のみならず、国民に感謝の意を示し勇気と活力を与えるものですとする雅子さまのお言葉は、誠に素晴らしく深い敬意を表します。皇室のご公務において愛子さまがご着用されたドレスは控えめな色合いでございました。そのお色味はおそらく震災をおもんぱかったものと存じます。
愛子さまがクローズアップで写された際には、その素晴らしいお仕立てと高級感あふれる生地の美しい模様に目を奪われました。その生地は最高級の絹であり、伝統的な和色のネズミ色系ではないかと推察されます。愛子さまには大変お似合いで、日本を代表する皇女さまの高い品格を際立たせる非常に素晴らしいドレスであると感じました。プライベートにおいても GU のワンピースをお召しになるなど、私生活でのお姿も国民に愛されております。また公の場におきましては、その場にふさわしい最高級のオートクチュールをお召しになり、愛子さまの洗練されたセンスが日本の象徴としての天皇家の品格を世界に示しておられます。次期天皇として愛子さま以上のお方は考えられません。雅子さまは皇太子妃時代にお作りになったローブモンタントを何度もご着用になり、品位を保ちつつ無駄遣いをなさらないことを心がけていらっしゃいます。愛子さまはシルバーのローブモンタントをお召しになり、袖口、ウエスト、トーク帽についているリボンは薄紫色でございます。成年皇族としてのお立場を迎えられた際には、白のローブデコルテ、薄桃色、ライトブルー、シルバーのローブモンタントを新たにお召しになりました。またスーツも新調され、公務や宮中行事にご参加の際にはそれらをお召しになります。3月には大学をご卒業され、宮中行事や公務に本格的にご参加される予定です。さらに日本赤十字社の非常勤職員としての勤務も始められます。5月には春の園遊会にご参加され、その際に振袖かスーツのどちらをお召しになるかが注目されています。天皇陛下と皇后陛下は常に温かい眼差しを持って愛子さまにご指導を賜り、知的で品格があり才能にあふれる立派な青年皇族におなりになりました。ご一家がお互いに深い絆で結ばれていることが感じられ、また陛下に仕える生活の中で培われた愛子さまの心の優しさにも気づかされます。これからも両陛下そして愛子さまがご公務に尽力される中で、ますますのご健康とご活躍を心よりお祈り申し上げます。一般参賀におきましては、両陛下と愛子内親王殿下のお三方によるご臨席が大変適切であったと存じます。もし可能でございましたら、今後とも雨の日も風の日も雪の日もお三方のお健やかなお姿を拝見できますよう心より願っております。天皇陛下と皇后陛下は愛子内親王殿下に対し温かい眼差しでご指導を賜り、内親王殿下は知的で品格のある才能豊かな青年皇族へとご成長されました。ご一家の温かな家庭の雰囲気が伝わってまいります。陛下と皇后陛下のそばで育まれた愛子内親王殿下の優しい心遣いが感じられます。これからもご一家が健康でご公務に尽力されますよう心からお祈り申し上げます。今回の動画は以上となります。今日も最後までご視聴ありがとうございました。気軽にコメントをお寄せください。この動画に対していいねボタンで評価いただけると嬉しいです。これからも皇室に関する動画をお伝えしていきますので、あなたのチャンネルの登録をお待ちしています。それでは次回またお会いしましょう。